なぜかと言いますと、実は今度このトレーラーの荷台を、ご視聴いただきありがとうございます。いちごみろくのいちごさんです。ご報告してなかったんですけれど、いちごさん家は去年の11月に茨城県に引っ越してきました。今お家の敷地から撮影してます。お庭がめちゃくちゃ広いです。埼玉のお家ではちょっと騒音がひどかったんですね。で、6年間我慢してたんですけど、静かな方へ引っ越してきました。理由はそれだけじゃないんですけどね。いちごさんの彼氏が今度重機を運ぶ大型トラックを購入しまして、それを置けるほどの広い庭のお家を探してたんですね。で、ちょうどいいお家が見つかりまして引っ越してきました。いつか別の動画で彼氏が購入した大型トラックを紹介したいと思います。それで今回はいちごトレーラーにちょっと変わった部分があるので、そこを紹介します。あといちごみろくのステッカーも出来上がったので見てください。前に予告した通り、これですね、アンダーパイプガードです。やっぱりこれもサイドバンパーと一緒で、配管にラッピングシートを貼ってます。こんな感じです。本当に配管ですね。マーカーランプもちゃんとつきます。自分で配線しました。去年末に道の駅五花で歌麿会のイベントに行った時に買いました。歌麿会以外はいただいたものです。それで今回一番変わったのがこれですね。あの側面が今までピンクだったんですけど、全部剥がしました、ね、なぜかと言いますと、実は今度このトレーラーの荷台を前の軽トラと同じ色にします。こっから上ですね。あんな、ここかな。今まではピンクだったんですけど、前の色とちょっと一体感がなかったんで、同じ色にして
完成度を上げます。で、前の動画でも紹介したんですけど、この軽トラはいちごさんが全塗装しました。で、今回も後でこれをいちごさんが塗装します。それも紹介したいと思います。それで茨城に引っ越してからまだ住んでないことが、前の軽トラはもう車検を受けてつくばナンバーになったんですけど、いちごトレーラーはまだ大宮ナンバーですね。予定では今6890になってますけど、153にして後ろを369にする予定です。それでいちごミロクになりますね。今回のご報告はこれで終わりなんですけど、またいちごトレーラーをこの色に塗り替える様子を公開したいと思います。これからもいちごミロクをよろしくお願いします。Thank you.